はいどうも、ケイキです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていこうと思うんですが、ユーザーレベルね、50になりました。はい、ランク50。ということで、新しくね、ショーが解放されたんですよ。で、まあネタバレになっちゃうんでね、ストーリーとかお見せするわけじゃないんですが、ちょっとやっていこうかなと思います。今、途中のね、11-6。なんで、今日は、スタミナ回復もできるので、スタミナ回復して、まあ、やっとね、この辺の素材が手に入ってね、まあ、だいぶ良くなりますよね。で、ケンシロウもいるんでね。はい、ケンシロウのかけらをね、集めることもできると。さらにね。はい、それじゃね、やっていきましょう。はい、獲得できるアイテムはこんな感じ。まあ、ストーリーはね、難易度っていうかね、高くないんでね。まあ、サクサク、クリアしてみましょう。オートでもね、楽勝です。さあ、行きましょう。まあ、こんな感じでね、まあ、ユーザーレベル50になってればね、まあ、余裕でクリアできる、レベルじゃないかなと思います。さあ、どんどん進んでいこう。いいものが、行きますよ。まあ、やっぱこの新しいストーリーっていうかね、激闘をね、まあ、解放しておきたいよね。さあ戦っていこう。行きますよ。あれ今戦闘力がね7万超えたところですね。まあもうちょっと上げたいですね、戦闘力ね。まあ今戦闘力、まあ、ランキングのイベントで今21サーバーでやってるんですが、まだ終わってないんでね、ちょっとまだまだ上げないといけない。 OK、 クリア。はい、それでは次行きましょう。11-7ね。はい、行きます。まあ、まずしっかりね、すべてここを終わらして、まあ、星も獲得しとこ。下の宝あるじゃないですかね、あの宝もきっちり回収してね。まあ、こっからのさ、キャラの追加ちょっと楽しみですよね。まあ、リリースしてからさ、まあ、サウザーも来てって今イベントでね、そして剣王来て、まあ、龍拳もね、イベントで来て。行きますよ。まあ、まず、シュウとかも、まあ、シュウもね、欲しいよね、でもね。1、2、3位までがサウザーで、4位からはシュウなんですが、シュウのね、星4もらえるよね。はい、まあ、ここはサクサクいきましょう。まあ、全然こんな感じで余裕ですね。まあ、ちょっと打っとく。ゴーシュやっぱかっこよすぎるよね。まあラオはね、やっぱかなり強いです。かなり強い。今これまだ星4ですからね、ラオね。はい、まあとりあえずね、ランキングガチャもね、まあ3位くらいにはなんとか入って、ラオウの星あげたいっすよね。はい、行きましょう。ただ今後のことをね考えると、かけらあるじゃないですか。かけらをね、ラオウにぶっ込むかどうか。禅のかけらね、逃がさねえぜ。正直迷うよね。まあ、なんかあとさ5個ぐらいでラオウのね星が1個上がるみたいな感じだったら使ってもいいんですが、そうじゃなかったらね、ちょっと残したいよね。はい、まあ順調。まあ、とりあえずサウザーをね、使ってみたいっすね。サウザーとラオウを並べる、もうなんか負ける気せんやろ。は, 真剣は打てた。はい、勝ちましたね。OK。 はい、それでは次11-9いきましょう。はい、もらえる素材はこんな感じ。さあ行こう。さあ戦っていく。レイもいいですね、なかなかね、頑張ってます。星さんなんですけどね。レイ全然当たんないですよね。行きますよ。行きますよ。はい、まあ、サクサクね倒していく。
うん、まあ鉄壁ですからね、こっちは。確定演技で鍛えた頭、無理だ。よし、オッケー。まあ、今のね、とりあえず目標っていうかさ、さあ、シン倒そう、とりあえず。今の目標はね、ケンシロウ星6。まあ、こいつを目指してます。まあ、まだこれ全然遠いです。で、あとはハートの星6。人間では捉えるけど、まあ、ここもね、ちょっと目指してます。まあ、あと、親父とかもね、あの星5とかにもしたいんですけどね。はい、これでクリアじゃないわ。クリアじゃない、もう一つあったね。はい、10いきましょう。世紀末覇者剣王や。世に覇者は一人。さあ剣王ですね。赤とかになったら面白かったけどね。剣王バーン赤っつってチャンスアップだ。はい、方針決定。いや、さすがなかなか強いじゃないですか。ちょっと見るか。これ相手のね、相手の剣を。おお、結構吹っ飛ばしてくるね。いや、ラオウとマミヤってこの自分のパーティーの中でね、まあ1-2なんですが、それをここまで削ってくるか。いや、さすがラオウですね、強いね。オッケー、倒した。勝負あり。私を甘く見たのが不運だったわね。うん、チャプタークリア。はい、これでね、一応チャプタークリアと。で、次解放がね、はい、こんな感じ。ユーザーレベル55、今54までしか上がんないので、ここはまたちょっと先になりますね。はい、そして、開始していきましょう。まあ、これもね大事。はい、しっかり回収して、よし、それじゃあちょこっとこっち覗きに行きますか。はい、それじゃあね、スタミナ回復したんで行きましょう。さあ戦っていこう。まあこっちはね、ちょっと強いですからね、敵ね。まあこんな感じでちょっと強い。まあラスト、あ、ウェーブ3ですね。で、技をぶっ放して、まあ、終わりなんですけどね。うん、オッケー。さあ戦っていこう。これあのどうなんでしょうね、今さ、そのランキングとさ、ランキングガチャとさ、サウザーの来てるじゃないですか、戦闘力のね。それ終わってからどれくらいの期間っていうかね、次のイベントなんでしょうね。あと次のイベントがどんな感じかね、また、ぶっ込む系なのか。さあ行くぞ、本気で行くぞ。蹴散らしていこう、一列ね。俺の通る道を開けろ。この剣、いや剣王なんよね。負ける気せんもんね、ラオウはね。たまにリンが出てきてさ、あのリンってまあ 星4じゃないですか、あの剣王を選んだ時にね。無双の話ね。で、星4でさね、なんか引きはしないみたいにさ、バンって弾く時あるよね。バットに負ける剣王とか見たくないから、行きましょう。じゃあ次、さあ戦っていこう。ここもね、まあ、サクサクいこう。今ね、このパーティーをね使ってます。で、龍剣はね一応育ててるんですが、まあちょこちょこっていう感じですね。よし、オッケー。さあ次、まあちょっと早めに龍剣育ててパーティーに入れてもいいですけどね。一応かけら全回収すれば星5まではいけるのかな。よいしょ。このレベルまで育てるのはちょっと時間かかりますね。道を開けろ。
何、うん、さあしっかり回り倒して、よいしょと、オッケーオッケー、あーわー、私を甘く見たのが不運だったわね。お、いいですね、はい、ね、どんどん押してくれ、トンカチ欲しい、はい、ゲットね、いいですね、よし、さあ次11-3いきます、はい、もらえるのはこんな感じ、開始、はくらい、はい、はくらい、はい、まあ順調、知らぬいまい、参ります、はくらい、本当はマミヤがさ、まいって感じですよね、いや KOF もね、最初の動画かなで話したんですが、俺ねやってたんですよ、で実況っていうかね、声なしでまずね動画上げてたんですよ、いろいろ、なんかランキング戦みたいなやつあるじゃないですか、他のちょっとアプリなんですが、ランキング戦とか上げて、まあ、実況はしなかったんですけどね、その、まあ、戦いとかだけを載せてて、そっからね実況するようになって、その実況しだしたのがその KOF なんですよ、いや KOF 面白いよね、まあ俺が一番ハマってたのは、98とかその辺ですよ、 KOF は97とか、よし OK、 あ、いいですね、いいですね、獲得アイテムなかなかいい、まあこれでねさらに強化できます、よし、オッケー。まあ15になったら、これがもらえるよということで、まあ残りはねちょっとやっておきます。で今ピンクのさ、まあピンクというか、まあ紫のハンマー手に入ったじゃないですか、これでね、ここが強化できるようになりました、さらに上いけると、まあだいぶ強くなれますね、マミヤが出てきたらね、ちょっと強化しちゃいましょう、これ12万かかるんでこれ、いや結構かかるね、はい、で次ね3つ必要だよと、剣を曲げてるのでまずは武器からいこうかな、剣しろ、剣しろいこうじゃ、はい、上げてみましょう、これ一気に戦闘力も上がるんでね、はい、ここは大事、まああとはこっちもですね、はい、こっちの、まあ、防具も50までとりあえず持ってきて、稼がないといけないですね、こんだけね、うん、まあ、こうやってねちょこっとずつ強くしないといけないと、まあ、ただね今考えてるのは、まあ、戦闘力のランキングイベントもあるので、まあ、とりあえず戦闘力をまあ少しでもね伸ばさないといけないんですが、ね、まあ、今パーティーがこれで、まずは、親父を外そうと思ってるんですよ、この中だったら、なんで親父外して、親父のね、まあ、強化をまあどの辺までやるか、ちょっとそれね、迷ってます。戦闘力を見つつっていう感じですかね。結構ね、今いい勝負なんでね。はい、ということで、今回はこれで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。